えー、それではあの、労働組合法入門の 22, に、はい、22回目に入らせていただきます。えー、引き続き、団体行動権のお話であります。で、この4番目に手続きの正当性ということなんですが、あの皆さん、手続きというとね、 えー、なんか面倒くさいなという感じのねイメージを持つと思うんですがあの法律を考える時にはですねこの手続きというのはですねやはり非常に重要なんですね。でなぜ重要かというとですねあの人の例えば内心だとかですねいうのはそれからあの結果とかですね えーまあ、結果はまあそれなりに重要ですが少なくとも人の内心というのは目に見えないんですよね。人の内心というのは目に見えない。それから、えー、例えばこの労働組合なんかでもですね、あのー、労,働組労働組合と使用者が、あのー、話し合いをして物事を解決するということは大事なことですが、あのー、組合員からね 組合員一般の組合員から見たら、えー、その労働組合の役員と、使用者がどういう話をして、どういう結論にいたか、まあ、結論ぐらい報告はあるでしょうけど、分からないわけですよ、何もしなければですね。でも、あのじゃあ、えー、労働組合員がです、ね、常にその労使関係を見張ってなきゃいかんかというと、それはやっぱりちょっと無理ですよね。 で要するに、あのー、政治の世界なんかでも言えることですが、えー、要するにねあの、労働組合員が労働組合が行った労使交渉というものに対して、ないしその結果に対して、信頼をなぜ置くかというとですね、やはり自分たちが民主的な手続きで選んだ、 代表者がですよ。民主的な手続きで選んだ代表者。要するに直接無期名投票で選んだ代表者がですね。で、えー、労働会社が使用者側の正式な代表者、ものが決めれる人間と話をして、その結果、ね、その結果何回も話をして、その結果出てきた手続きだから、 さほどおかしななものではないだろうその結果出てきた結論だからさほどおかしなものではないだろう。なしは会社から何かの制度を提案しました。それをやはり我々が選んだ民主的に選んだ代表者が会社と何度も交渉してその結果いろんな妥協点も見いだしてできた制度だからそこまでおかしなものではないだろう。 ということなんですね。そこに、やっぱり正当性の根拠があるわけです。これは手続きを立選しているかどうかなんです。というのはですね、えー、通常の会社を想定してみてください。まあ、ちょっと小さな会社でね、組合専従役員なんか置けないよってところはちょっと別なんですが、あの別かもしれませんけど、えー、通常、まあ、組合専従役員なんかが置いている会社の場合を想定しますとね、 あのー、通常、一般の労働者は毎日毎日、ね、そんなその労使関係のことだとかです、ねえー、その自分の労働条件のことだとかですねなこと日々考えてられないんですよね。あのー ま,ましてはねいや、考えてもらっても困るんですよねな、なぜ困るかというと、そんなことばっかりで気を止められていたらです、ね、例えば製造業、私のいていと,ところの製造業なんかでは、ですねそんなことでですね気を取られて怪我されてたら困るわけですから、日々はですねやっぱりそういうことは労働組合に任せて、ですねあとはまあ仕事に専念するだね、安全に注意をしながらですね、 しようとしてもらわわなきゃ、壊わなきゃですよ、ね、これはそれこそ労使のためには大事なことなんですね。えー、だ,だけども組合がね、えー、やっぱり自らが選挙した代表者がきちっと会社とこうこうこう,こういう交渉をしてこういう結果をしたが生まれたから,からということでその交渉経過をですね、えー、ビラに でで配ったりですね、まあ、今で言ったらビラなんですよ。いや昔で言ったらビラなんですが、今はどういう形態か知りません。こういうね、えー、ネット社会ですから、どういう形であるかというのはその、えー、それぞれの労使によって違うかもしれませんけどねで。いずれにしても、組合員に報告されてですね、組合員がその都度まあそうなのというふうにね。そうなのというのは、ですね場合によっては中身は理解できなくても、 まあちゃんと報告してくれてんだから、ちゃんと話し合いをしてるくれるんだなという最低限の信頼が得られるわけなんですね。で、それが手続きの意味なんですよ。手続きっていうのは目に見せることができる。ないしは目に見えるんですね。ということだと思います。ですから、えー、労働組合法においてですね、この手続きっていうのは非常に重要です。 これから法的な関係でもですねいろいろ手続きっていうのは重要です私はこれをよく手続きの哲学とこう言ってるんですけどね <laughs> まあそれは余談ですが、えー、まあそんな余談はちょっとあれしまして、えー、中身に入っていきますでこれまで述べてきたことからですね、えー、もうすでに皆さんお分かりのようにですね損益行為というのはあくまで団体交渉を 労働組合にとって有利に展開する目的のために認められる手段となる行為です手段ですよね,ね、えー、間違ってもですね相違行為自体が目的ではありませんね。中にはですね白気の言い方であいてですね俺は相違行為がやりたくて組合役員やったんだってんだっていう人がいるかもしれませんけどまあそういう人はちょっと例外ですよね 葬儀行為はあくまで手段だと思いますですからストライキをしない労働組合や労働組合ではないという意見を耳にすることはありますが明らかに間違いです、ね、でこのことから言ってこの目的にそぐわない葬儀行為は正当性を持たないわけですですから労働組合が団体交渉を申し込んでもいないうちにですね いいですか団体交渉も申し込む。話しおうと言ってないうちにですね、いきなり使用者に損益行為を通告すること、ね。話し合いもしないうちに、えー、ストライキがあるからな、というようなことやですね、えー、使用者に要求を提供するや否やですね、えー、回答を待たずにですね、損疑行為を行うということは原則として正当性がないというふうに返されます。ね。回答に、 不満があるからさら,なるさらなる検討を要求するという意味で、えー、圧力をかけるのはまあ損益行為だということでしょうねでここで原則といったのはですね使用者の方がですね、えー、団体交渉を拒否している場合などが例外として考えられるからですねもう最初から団体交渉なんかやらんよというようなことがあった場合はですね 交渉に入らなくてもですねすぐストライキを打つということは例外として考えられるだろうということですその他使用者が労働組合の提出で要求を拒否した場合等のことがあってもあって初めて労働組合は葬儀行為に訴えることができるんです、ねえー、あくまで あの、話し合いが前提だということです。ね。話し合いを、の内容を拒否した。ね。いや、拒否したっていいんですよ。拒否したことがある、拒否したことが、あそのことに組合が納得できないこと、時に、初めて損遇行為が議論されるということですね。それでは予告なしの損遇行為ってのはどうでしょう。ね。 えー、何月何日からストライーに入るからねと言わずにですねある日突然、えー、例えば社長がですね会社に行ったら今日誰も来てないと、えー、まさにストライキに入ってたというようないう行為はどうでしょうかということですねで一応公益事業の場合には次の規定があります、えー、労働関係調整法という法律の37条に 公益事業に関する事件につき関係当事者が損益行為をするにはその損益行為をしようとする日の少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣または都道府県知事にその旨を通知しなければならないと。いいですね。公益事業っていうのはやはりその国民ねそこ,のそこの労使関係だけでなくて 他の国民にもですね、影響を与えることだから、ちゃんと通知数が入れないと。そうすればですね、例えば、その事業を利用する国民もですね、ある程度の予告ができて対処ができるでしょうからね。そうしないと混乱が生じちゃうわけですね。で、そういう意味で、公益事業以外ではですね、法律上は創意行為の通知義務はありません。 しかしですね、葬儀行為の開始にあたって、開始日時だとか、葬儀行為の対応等について横、横を行うことは、その一定期間を置くことによってですね、葬儀の未然防止と早期解決を図るという、端的に言えばですね、頭を冷やして考えるという意義があるわけですね。まあ、 1>, 1週間後に遭遇行為を行うよという予告をしていてもですね、その間に、じゃあ、会社が歩み寄ってくるとかですね、それから組合の考え方も、そこまでやることは損益込為まで入ることもないんじゃないかとかですね、そんな議論もできるわけですから、頭を冷やすという意味もあるわけですね。つまり、双方が頭を冷やして考えるということです。 そのような理由からですね相違行為を実行に移す前に労働組合としては使用者に予告しなければならないというふうに労働協約に書かれている場合やそれが労使の慣行ね労使慣行として認められるような場合がありますそのような場合はですね労働組合が使用者に予告しないで抜き打ちでですね 損益行為を行った場合には予告義務を怠ったということで原則的にこの手続きの正当性を書いてるとね予告という手続きを書いてるということで、えー、正当性を書いたものと考えるべきだというふうに思われますとりわけね労働協約に書いてるということは労働協約違反ですからね 労働協約というのは団体、要するに、えー、労働組合と使用者のまさに、えー、契約みたいなもの、まあ、約束ですよね、契約みたいなものですから、その契約を破るということですから、これはまさに正当性を欠いたものになるということですね。で、ここで,です、ね、ちょっと難しい言葉ですが、平和条項といわれるものがあります。 でこの平和条項というのはですねこの後説明する「平和義務」という言葉もあるんですがそれと非常に言葉が似ているので間違いないようにしていただきたいと思います。えー、平和条項というのは何かというと労使間で紛争が生じた場合もいきなり葬儀行為に訴えるのではなくてですね えー、その前にしなければならない手続きを尽くすことを定めた労働教約の条項のことです例えばですね、損益行為に入る場合は事前に労働委員会の調停斡旋にかけることなどを定め,た意定めてですね、損益行為を回避する手順を定めた労働契約の条項のことです。要するに、損、え、益、ー、行為にいきなり入るんじゃなくてですね まずは総意行為に入る前に、えー、労働委員会の調停斡旋というような第三者機関が入ってですね、えーえー、も,うもう一歩協議の内容を深めていくということをやった上でそれでも拉致があかんときには総意行為に入るというようなことですねでこれはあの次に述べる平和義務と違ってですね平和条項というのは 創意行為そのもののももを禁止するものではありませんいいですね。葬意行為そのものを禁止するものではありません。この条項に違反した葬意行為に対しては、使用者は労働組合に債務不履行として適正手続き違反による損害賠償を問えますし、葬意行為の正当性も否定される可能性もあると思います。ね、いいですね うん、これはあの要するに契約違反ですからね、労働組合が、あそういうこの手続きをもわらわないで、急に損害行為に入るということは、これ契約違反ですから一般、一般的な法律として損害賠償も請求できますし、えもちろん、損害行為の正当性も否定されるということもあるでしょうということです。 次にですね、この、これと似たような言葉で、平和義務という言葉があるんですが、平和義務の違反の損益行為も問題になりますで。後に述べる労働協約を締結する意義は、労働条件の維持改善は当然のことですが、これによって労使間の安定を図る。 これによって労使間の安定を図るということが重要なことです。で労働協約を締結すると労使双方は労働協約の内容についてみだりに争うことはできません。それはそうですよね。きちっと決めたのにまたすぐそれ,それで争うということはやっぱりこれは審議則というかですねお互いの信頼回復を傷つ,ける傷つけることになるわけですからそれはできませんと。で平和義務というのはですね 労働協約の有効期間中は遭遇行為をしないという義務のことです。ね。労働協約、この労働協約で1年行きましょうと言った場合に、その,その1年間はですね、損益行為をしないという義務のことです。で、平和義務は労使双方に及ぶことが原則ですが、えーねえー、使用者が遭遇行為を行う。 まあこれは後ほど説明する機会があると思うんですが、まあ、作業所閉鎖といってロックアウトというのが、ねえー、考えられますけれども、これはもともと非常に狭く限定されていることから、ね、通常は労働組合側の損益行為の制約となってきます。いいですね。使用者がまあ損益行為を行うということはめったにないんですねで。この義務には2種類ありまして、 相対的平和義務と絶対的平和義務があります。でこの前者の相対的平和義務とはですねそこで定められた事項について改廃を求めて相意行為をしないということです。例えばある労働協約でですね「広告こ,こ,これについてはこういう条件にしましょう」というふうに決めましたと。でそのことについてですね えーは、えー、決められた期間はですね、損、え、益、ーえー、行為をしませんということです。で、これはですね、労働契約に規定されていない事項に関して損益行為を行うことまでも禁止されているということではありません。ね、新たに問題が生じてですね、えー、これについて、やっぱり労使の話し合いが必要だと。 でそれについて、えー、やっぱり労使の話し合いがうまくいかないということでですね損益行為に入るということまでも禁止されているものではありませんと。で後者のです、ね、絶対的平和義務というのはですね教約に定められているか否かにかかわらずですね労働協約の有効期間中はあらゆる事項について一切の損益行為を行ってはならないというこういう義務を言います。 ですから絶対的というんですね。意味、2つの意味分かりますでしょうかね。電車は労働契約に書いてあるようなことについては基本的に争わない、葬儀行為に訴えないですよということですね。で、後者はそのあらゆることについて損益、えー、行為はその期間はやりませんよということですね。えー えー、かなり性質は違うと思いますで、後者の絶対的平和義務についてはですね、公、えー、約化されていない事項についてまで憲法上保障された総意権を奪うので、無効との見解が多数だと思われます、多数かもしれませんがっていうか、多数だと思われます。まあ、私も 労働法学者さんのです、ねえー、書物も全て読んでるわけじゃありませんし学習全て分かってるわけじゃありませんから分かりませんがおそらくそういう見解が多いのかもしれませんただし私はねここは労使の当事者の明確な意思に基づいて、えー、いるものなのですね例えばその間でですね、えー、会社がですね組合をなんか、えー 騙した何か,、ねえーえー、かの圧力をかけたとかですねそういうことがあればちょっとその脅迫自体のですねいその取り決め自体も問題となるでしょうけどそれはまあ一般論として当然だと思うんですがそうじゃなくて、えー、労使の当事者が明確な意思のに基づいてしかもかちゃんと組合内の手続きを踏んでですね、えー、結ばれたものならば労使の自主の 尊重の一環として有効と考えますで、での自治は極力尊重されるべきものと考えてます。でですねというと私はがこういう意見を言いますとですねそれはあれだろうとその組合がね会社に押し切られてこういうことをこういう脅迫を結ばれることがあってその組合に対して気の毒だというようなですね 発言がすぐ出てくるんですが、うん、それはね、必ずしも私はね、労働組合に対する、私は労働組合の応援団だと思ってますからね、えーその私、私が労働組合を応援する立場から考えてもですね、それは労働組合のためにもなりませんよね。やっぱり、 労働組合はですね、やっぱりその労働協約ということの重みをきちっと考えてですよ。で、ですから労働協約を結ぶときには、やっぱり慎重にですね、考えて結ぶべきなんです。ね。で、結んだことについては責任を負うと。ね。きちっと守るということがあって、初めて、えー、労使の、 信頼感が生まれるということですからあその労働組合ね、まあちゃんと対等な関係に立ったね、実質的な経営者と対等な関係に立った労働組合であるべきなんですねあってほしいと思いますその労働組合が使用者と、えー、きちっとね手続きを踏んで結んだ協約ならばあーやっぱり尊重されるべきか いうふうに考えますまあ、ただしこれはまあ少数意見かもしれません、えー、なお労働協約の有効期間中でもですね次の協約の解消改定交渉が始まればですねそのことに関して行われる損益行為は平和義務に反しないと解釈がある、ね 要するに、ある労働一つの労働協約が有効期間中であってもです、ねえー、次の協約についてです、ねえー、改定交渉、次の協約ではこ,うこ,うこういうことを決めましょうよと、ねね、こういうことを,やを、えー、内容を書いてくださいよという,ふうにいうような交渉が始まればです、ね、そのことに関してです、ね、行われる総意行為は平和義務には反しないと解されています。 それから実際、部屋義務違反があった場合ですね、使用者は労働組合に対し、て、教学違反の債務不履行責任を問うことが可能です。これはそうですね、契約なんですから。ね、さらにそれに加えて、相違行為としての正当性がどうなるかが問題となるということですね。で、この点については、ね、次の判例があります。港南バス事件というのがあって、 平和義務に反する葬儀行為は、その平和義務が労働協約に内在するいわゆる相対的平和義務である場合においても、またいわゆる絶対的平和義務条項に基づく平和義務である場合においても、これに違反する葬儀行為は単なる契約上の債務の不履行であって、これをもって企業秩序の審判に当たるとすることはできず、また個々の組合員が かかる総員行為に参加することも労働契約上の債務不履行に過ぎないものと解するのが想像であると。ねこれ大事じゃよくわからないと思うんですけど、えー、要するにね、まあ、その、約束違反なり、その、なんていうかな、うん 労,労働組合にとってみれば、ですね使用者との約束違反であり、えー、個々の労働者にとってみれば、ですね、えー、債務不履行、要するに仕事をしないということに過ぎないと解、解説の談。ただからそれ以上のですねペナルティを与えるものではないでしょうというようなことで、えー、扱っているわけですね。 だから比較的その重大な義務違反だというのにはでは考えていないということだと思います。えー、ここのね、えー、場面についてどう判断するかっていうのはですね、その事例によってまあ裁判官はどう判断するかということなんでしょうけど、基本的な考え方はどうもこんなようなことだみたいです。 えー、ということでですね、えー、今日は、まあ、あ平和義務だとかですね、えー、平和条項だとか、まあ、そんなようなちょっと分かりにくいようなところもお話し,しましたけど、えー、途中でも話しましたよねあの、手続き的正義って非常に重要だと思いますよ。よく私、あの労働組合の皆さんが集まったときにね、この手続きの哲学というのをお話しするんですねで。何かというとですね、 もう繰り返しになるかもしれませんけれども、あの例えばですね、私のいた、あの、えー、昔いた労使関係なんかでもそうです。春闘が始まるとですね、まずはですね、経済、国際経済からの問題から始まるわけですよ。ね。アメリカの経済はどうだ。ね。それから、アジアの経済はどうだと。だ日本の経済はどうだと。だから、我々の業界ではこうだと。ね。 その日本の経済をあの、えー、活発化するためにはね、まず治安が先,先行すべきだとね。ね分配、それこそ今でも最近でも議論になりますけど、分配を上げて消費が促進されれば経済も好循環に落ちるんじゃないかという組み合わせをするわけです。で会社側はいやあ そのある部分は否定しないけれども、やっぱり成長があって初めて分配できるんだから、ね、成長があって初めて分配できるから、今、会社の状況はこんな状況だから、そう、多くの分配はできないんだと、まあ、こんなような議論から始まるわけですね。で、そこでは、最初、私、労働部門に行った時思いましたよ。へえそんな難しい経済理論を、そを労使双方でやるんですかと思いましたよ。 ね、で労働労務を希望した私ですらそう思ったんですからおそらくね普通の組合員の方は普通の組合員だってねいわゆる従業員ですよね普通の従業員の方はねそんなことを日々は考えてませんよ、ね、ですからあそういう交渉が行われたってことがねやっぱりビラで配られるわけですよで配られたってね そんなビ,ルはビラはね、えー、表現悪いですけどねよほど物好きな人しか見,、ま、見ないかもしれませんね。あそうぐらいかもしれません。でもね私は申し上げてるんですがそのだからといってねその組合のビラ配りをいや今はビラ配ってることしすしませんよ。 当時私の頃にはそういうビラ配りをやってましたけどそういうビラ配りを組合はやめちゃいけませんよとねそれはもう少し優しく書こうという努力はしてもいいと思いますけどそういうことはやめちゃいけませんよと,というのはなぜかというとさっきも言いましたように労働組合の一般の組合員はね個々の問題についてそんなに深くね 考え要するに賃金を上げてくれることはそれは嬉しいけどそのて上げるべき理屈ね上げなきゃならん理屈それは生活に困ってくるから上げろっていうのは分かるけど日本経済世界経済がどうのこうなんてさそ,そんなことはよく分かりませんよだけども組合がね組合の役員さんたちがそこまで考えてね会社の理論 会社は当然そういうことを言ってくるわけですから、会社は時々難しいことを言って、ね、まあ、回答を低く下げしようなんて考える場合もあるわけですから、その会社の議論にもね、きちっと対抗して、ね、組合としての学習をして、戦ってると、議論してるということを見てね、しかも、その、それを議論してるのは、我々、組合員が選んだ代表者。 民主的な手続き、選挙という民主的な手続きによって選んだ代表者が、そういう団体交渉という手続きにのっとって、ね、しかもその結果をちゃんと組合規約なりにのっ,とって、労働組合の末端にまで知らしめて、そこでのいろいろ意見も聞いてですね、交渉してるんだと。こういう手続きがされているから、まあ、 と言え,、ま、言えないまでも、うん、9割方は信頼できるんじゃないのというのが、えー、労働組合に対する信頼につながりますしそれが強いてはですね、えー、その会社の労使関係の信頼につながるんじゃないかと,というふうに思うんですね、えー、ですからその手続きっていうのは大事ですよと、ね、手続きっていうのは大事ですよと いうふうなことをお話しております。まあ、気だってね、私はそれを手続きの哲学だなんていうね、表現をしてますけど、えー、ちょっとね、耳を傾けてもらいたい話だなというふうに思っております。えー、それでは、今日の話は終わります。どうもご清聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。終わります。